皆さん、こんにちは。ウェイユーが世を見る絵をこそ。第20回党大会前に発生した四通卿での横断幕事件は、習近平の再任が激しく抵抗されると予兆された出来事でした。そしてやはり、第20回党大会が開催されると同時に、国内外における反衆活動が目立つようになりました。また、有志であるパン・ザイシュ氏を声援する国際世論と反民間運動や、 中英マンチェスターの中国領事館が習近平の主張している平和外交のイメージを壊すという動きもありました。そして中国厚生省で山火事が発生しました。習近平には再任されるかどうか、再任された場合、次に何をするかという大きな不確定要素が付きまといます。今日はこれについて少し分析してみます。最近ネットに投稿された世界中の有志である ファン在収市を声援する写真を集めていたら、10カ所以上からの応援写真が集まりました。実際はもちろん、それよりもはるかに多いと思っています。この写真は、深圳のある高校の壁に貼られた、中国語と英語の手書きのスローガンです。最後には、「はずべき CCP。」と書かれています。この写真は、広州のある橋に掲げられた手書きのスローガンで、地域の訴えを加えたものです。 次に海外を見てみましょう。日本では白い防護服を着てスローガンを掲げ、自分の身を守りつつ中国のゼロコロナ政策を大いに皮肉っている人がいます。この発想は一石二鳥でとても良いと思います。また、オーストラリアのある大学生もキャンパス内にスローガンを掲げて声援を送っています。ロサンゼルスでも抗議デモが行われました。しかし多くの集会やデモの中で イギリス・マンチェスターでの香港人による抗議デモは大きな衝突を引き起こしました。ボイス・オブ・アメリカの報道によると、10月16日、日曜日の午後、香港の人民戦線を守れというスローガンを掲げるデモ隊がマンチェスターの中国総領事館に行き、領事館の前には、天は中共を滅ぼす、母親、中共に食事を述べようと書かれた2つのスローガンや、 習近平を揶揄する肖像画を掲げ、抗議の意思を示していました。午後2時半ごろ、中国領事館の職員2人が、領事館に習近平の肖像画を路上から撤去するよう指示を受けたようでした。イギリスには集会の自由があります。肖像画は中国領事館の管轄外の公共の場に置かれていたため、領事館に干渉する権利はないのです。当然、 イギリス警察も香港人らのデモに問題はないと言っていましたしかし約10分後中国領事館からマスクをつけた男たちが出てきて横断幕を破り習近平を揶揄する肖像画を持ち去り領事館内にデモ隊の2人を引っ張ろうとし1人は領事館内に引っ張られ殴られました現場で撮影されたビデオ映像によると襲撃に関わった1人の銀髪の男性が 中英マンチェスター中国領事館の総領事、定義源であると疑われています。攻撃を受けたボブ氏は、結局デモ隊のメンバーとイギリス警察によって救い出されましたが、全身に多くの怪我を負った状態でした。今回の攻撃は自分にとって非常に恐怖を感じ、こんなことは許されるはずがないと述べています。もちろん、これは警察の対応の遅さに起因するものではありません。 実はその時、警察官もいたのですが、法執行のために勝手に領事館の敷地内には入れませんでした。中にいる違法者を止められず、恥をかく結果となりました。中国領事館がここまで堂々と人を引きずり込むとは予想外でした。ですから、警察も止めに入る間もなかったのです。この事件は、イギリスの政界からも非難を浴びています。 イギリス議会の外交委員会の新委員長であるアリシア・カーンズ氏は、イギリスの内務大臣と外務大臣がこの事件を緊急に調査する必要があるとツイートしました。中共がデモ参加者を攻撃し、言論の自由を抑圧するやり方をイギリスの街中に持ち込むことは容認できないと述べ、イギリス政府は中国大使を召喚すべきです。そして、もしデモ隊を攻撃した、 中国領事館関係者がいれば彼らを起訴して国外追放にしなければならないとも述べました。同じくイギリス保守党のイアン・ダンカン・スミス議員もツイッターで中国領事館の行為を非難し調査を求めています。ここで非常に愕然としたことがあります。中アイルランドの中国大使館はイギリス警察がマンチェスターにおける中国の外交上の領土主権を損なった ツイートで返信しました。また、中国国内で中国人の自由を恣意的に奪うことは中国の内政問題であると述べています。これを聞いて皆さんはどう感じますか恥知らずの中共は自由な欧米の地で中国人の自由を勝手に奪うのは中国の内政問題だと厚かましく言うようになったのです。大作の名言にあるように、俺はヤクザだから、 誰も恐れないという意味です。イギリス政府がこの問題に真剣に取り組まなければ、中共が国際社会で反共派をさらに容赦なく迫害することを許すことになります。ご存知のように、中共が海外に海外警察、すなわち海外の警察機関110番を設置するという話が以前からあります。これは各国に注目されるようになっています。私が得た情報では、 オーストラリアとニューヨークの警察がこのことについて捜査しているようです。カナダ外務省は中国がトロントの佳境社会に警察署を設置することは完全に違法であるとし、カナダ王立騎馬警察もすでに調査に乗り出していると発表しました。他国の領土に警察組織を設置することは二国間条約の下でしかできません。もちろん現在、カナダと中国の間には 中国の警察組織に適用される条約はありません。カナダと中国の関係は以前から曖昧な部分がありましたが、昨年から今年にかけて大きな変化がありました。最近、多くのカナダ国会議員が台湾を訪問しているのです。では、中共の海外への浸透が抑制されているかというと、私はそれほど楽観視していません。もう少し観察する必要があると思います。 また現在政治に参加する中国系カナダ人も増えています最近重要な議席に多くの中国系カナダ人が当選していますがこれについて私は様子を伺っています何しろ中共の手段は欧米の一般的な政治家の想像を超えており人間には簡単に利用され人質にされてしまう弱点がたくさんあるからです今回のマンチェスターの中国領事館での事件は海外における 中共の抑えきれない傲慢さを示しています。この事件が第20回党大会の直前に起こったのは偶然ではありません。ご存知のように、このようなデモは年に何度もあり、同じような形で行われており、今回も大きな違いはありません。なぜ中共は今までこのようなことをしなかったのでしょうか。結局、他国の領土となると、たとえ狭い地域が中国のものであっても、 中国領事館はほどいを心得ています。今回はなぜ国際社会におけるイメージを無視して、線路のスタイルを漏れることなく見せたのでしょうか私に言わせれば、これには深い理由があるのです。まず、中京第20回党大会に注目する必要があります。第20回党大会は多くの人々に注目されていますが、人々が最も関心を寄せているのは、 習近平が無事に再任を果たせるかどうかではなく、まだ権力を握っているかどうかということです。ですから、多くのオブザーバーが自分の意見を説明するヒントを得ようと、大会の細部までしっかり観察しています。これはクイズを解くようなもので、クロートは仕事の肝心なところを見て、素人は上辺の派手なところに気を取られている状況です。一部のオブザーバーは、 以前の第19回、第18回、第17回党大会を振り返り、何らかの変化を見つけようとしています。注目される点をまとめてみましょう。まず、誰が出席したかを見てみると、中共元老の中に、江沢民や主要期の姿がありません。これは彼らの健康状態によるものかもしれません。何しろ江沢民は96歳になり、 主要期も93歳になったからです。健康に問題があるのは当然です。しかし、105歳の双兵が会議に出席したのは想定外でした。また、79歳の胡錦濤はかなり老けており、体調も悪く、移動も人の手が必要な状態でした。胡錦濤は習近平の隣に座り、笑顔を交わした二人の表情は、感慨無量と人々に感じさせたことでしょう。 かつて習近平が権力の座を確保するために、胡錦濤が引退しました。今後、彼らは協力関係になるのでしょうかそれとも、反目し合うのでしょうか映像を見ると、出席者の間では、正界の長老である李瑞館が習近平にダメ出しをしていた。李以外は拍手をしているが、李はじっと座っていて拍手をしていない、という噂が流れていました。 報告全体のビデオを見ましたが、確かに、習近平が壇上に上がって発表するときには、李は拍手をしませんでしたが、発表が終わって、習近平が壇上から降りるときは拍手をし、しかもうなずいていました。ネット上では、李は習近平を軽蔑し、彼の前では故意に拍手をしないのではと噂されています。これは憶測に過ぎないと思います。中共の権力闘争の中で、 反州派の世論戦は常に習近平はまた権力を奪われ棚上げされた習近平は政界の長老に批判されたという情報を拡散することに専念しているのですまた江沢民が姿を見せなかったのは西山軍団で人民解放軍を指揮し第20回党大会を遠隔操作していると言われていますしかし私はこれは単なるプロパガンダだと思っています 宗教の誰が権力を握っても中国の運命は変わらないと思います。硬派の対外宣伝は常に江沢民が権力を取り戻し、再び事態を掌握し、習近平を倒そうとするプロパガンダをしています。しかし、それは不可能なことです。この数年間、習近平と官僚腐敗の戦いは実は江沢民派との戦いです。習近平はどれだけ多くの人を怒らせて、 恨みを買っているのでしょうかそれを考えただけでも、習近平は命がけで退陣しないとわかるでしょう。おそらく、ダンパと妥協して政策を調整する可能性がありますが、権力は絶対に譲らないし、反周派に権力を奪われる機会も与えないでしょう。ご覧のように、習近平の報告の後、各代表団の少人数のグループディスカッションが行われました。第20回党大会の解放軍、 武装警察代表団のディスカッションで中央軍事委員会副主席の虚気料の演説が今後の方針を明確に示しています。まず、4つの意識、4つの自信、2つの維持について言及しました。そして軍事委員会主席の責任を徹底し、すべての行動は習近平の指揮に従うと述べました。これは習近平が上層部から銃を掌握したことを示しており、虚気量は 宗派の人間です。中共の権力闘争の中で、かつて毛沢東は銃と筆の二つの宝物に頼ると言いました。今の習近平はまだ筆を完全にコントロールできていません。今情報の急速な発達とセルフメディアの台頭により、政府は完全にコントロールできません。特に海外での中共の宣伝は完全に困難です。一方銃はどうでしょう 習近平は上層部の権力を握ることができました。しかし、もしどこかの軍区が指揮に従わなかったら、虚器量の発言がある程度警告となるので、習近平の指揮に従うしかありません。つまりリスクはまだ残っていますし、軍隊の反衆派がまだ後派の指揮下にあるのです。胡錦濤の表情や仕草を見る限り、習近平とダンパが 完全に対立しているわけではないので、ン破と後派が手を組む可能性は低いと思います。今回の連任で習近平と後派以外の言論が最大に妥協した点は外交政策にあると思います。今回の報告で習近平は次のように述べました。中国は独立自主の平和外交政策を断固として行い、常に物事の是非に基づいて自分の立場と政策を決定し、 国際関係の基本的原則を守り、国際社会における公平正義を守ります。中国はあらゆる形態の覇権主義や強権的な政治、冷戦思考、他国の内政への干渉、二重の基準を行うことに断固として反対します。中国は決して覇権国家にはならず、永遠に拡張しようとはしません。皆さんはこの話の本音がわかりますか 習近平は対外的には平和外交を行い永遠に制覇しないと言いました。この内容はかつて東小平が国連で発言した話と似ていませんか東小平は狡猾に言葉遊びをし覇権を持たないことを約束すると同時にアメリカが世界で覇権を握っている真の帝国主義であると皮肉りました。習近平が今中国は決して 派遣国家にならないと言ったのは、実は元老たちと妥協した結果で、アメリカに許しを請い、連任できるように、米中関係を改善するチャンスを伺っているのです。ある意味で、一国の元首が公式の場でこのような外交声明を出し、平和を訴え、派遣も拡張もしないことを保障するという明確な姿勢は、アメリカに対して敗北を認める、あるいは少なくとも、 和解の姿勢であるとも言えます。これが習近平の報告書に見られる明確なシグナルです。しかしこのような発言後、マンチェスターにある中英中国領事館のテ義ギ総領事はイギリスの法律が保護しているイギリス国内でのデモ隊に露骨に邪魔し、政策の抜け穴をついてデモ参加者に暴力行為をしました。明らかに、 イギリス政府に対する不敬行為であると言わざるを得ません。これは非常に不思議な事件です。領事館は、駐在する国において、その国のイメージを代表するものであり、その行動やスタイルは、その国の考えを表現しています。何より、第20回党大会が開催され、習近平が平和を求める外交政策を明言したばかりの時期に、定義元が戦浪外交を演じるのは、 なぜでしょうか。これは明らかに反衆派の動きだと思います。習近平は再任されるために、すでに胡錦濤をはじめとする中共の長老たちと妥協し、米中関係の再構築を約束したのだと思います。しかし、高素派とも呼ばれる反衆派は、米中関係の修復を目指すのではなく、習近平を失脚させ、内輪の人に政権を取らせることが目的です。 ですから、習近平が妥協して、スムーズに再任されることを許さないのです。もちろん、この重要な時期に、米中関係への挑発行為は、習近平の国際的なイメージを損なうことになります。ですから、マンチェスターの事件は単純ではなく、その背後には、反衆派の存在が見え隠れします。もちろん、世論を煽り、習近平や共産党に対抗する民衆の力を利用するだけでなく、 大使館や領事館が率先して習近平の顔を直接潰すことをしました。実に巧妙なやり方と言えます。アメリカは習近平の報告を聞いて平和を求めるシグナルとして受け取ったに違いありません。もちろん、信号を通じて習近平の考えを知っていたはずです。しかし、バイデン政権は光沢民派を捨て習近平政権と新たな関係を築くことが できるのでしょうかバイデン政権はボロ儲けができ、習近平の再任が確実とみなされれば、アメリカは同盟関係を変更する可能性があります。少なくともご存知のように、アメリカの左派メディアは最近、習近平の再任は当然の結果だと報じ始めています。皆さん考えてください。アメリカと習近平が互いに宗派を送り始めたら、次はどうなるのでしょうか 習近平と江沢民の紛争はどちらが勝ち取るのか。次の舞台次第でしょう。では、今日はここまでです。ユ友が世間を見る。ありがとうございました。 转身，风尘仆仆，而且显得有点笨。这一次，我真的相信了，被你改写了剧本，温暖的眼神。 相信了是被祝福的缘分，风雨同路不必太认真。熟悉的陌生人，继续前行。不必问，这世界还有余温，多少的人还在等。 最深爱的人，何苦执着着戏份？我们都是那散落的人，何苦再相认？